リック・ピティのリチャード・アンドリュー・ピティのはアメリカ合衆国のバスケットボール指導者。ニューヨーク州ニューヨーク市で生まれ、同州ベイビルで育った。ロングアイランドのオイスターベイにあるセントドミニク高校のバスケットボールチームのキャプテンを務めた。1970年にマサチューセッツ大学アマースト校に入学した。大学では1メートル83センチメートルの身長で、 ミニッツメンバスケットボールチームの結出したポイントガードだった。マサチューセッツ大でのピティーノのキャリアはアシスト数で10位。シニアとしての168アシストは1シーズンの合計で歴代8番目に多い。1974年にマサチューセッツ大で学位を取得した後にハワイ大学マノア校でアシスタントコーチに就任し、指導者としてのキャリアを開始した。 1996年にケンタッキー大学を NCWA 団しバスケットボールトーナメント優勝に導いた。異なる3校をファイナル4に導いた唯一のコーチであり、うち2校で優勝を達成している。2013年9月8日にはゲイリー・ペイトン、ジェリー・ターガニアン、オスカー・シュミット、ドーン・ステリーと共にバスケットボール殿堂に選出された。 指揮した試合の成績は、大学通算では769勝269敗と、アメリカのバスケットボール界を代表する優秀な指導者として知られた。ナショナルバスケットボールアソシエーションのニューヨークニックスやボストンセルティックスでも指揮を取った。2001年から、ルイビル大の監督を務めていたが、2017年6月、全米大学スポーツ協会から新入部員を巻き込んだ。 ルイビル大学のセックススキャンダル事件での指導力不足を理由として、ピティーノは2017から18シーズンの5試合で出場停止処分を受けた。その結果、2013年からのルイビル大の全国選手権の成績も最終的に抹消された。同年9月、ピティーノはアディダスによる新入部員への贈賄行為に関与したとして、連邦捜査局の捜査を受け、 その結果、10月16日にルイビル大から解雇された。2018年12月からギリシャ A1、バスケットボールリーグのパナシナイコス BC のヘッドコーチを務めた後、2019年11月11日、バスケットボールギリシャ代表のヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。